皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。2024年10月12日、土曜日、東京後楽園ホール、MAROOMS プレゼンツノックアウト2024ボリューム、5UNEXT 配信の前日計量が、11日、金曜日、都内にて正午より行われた。写真、計量をパスしてガッツポーズのパンちゃん第7試合で対戦する。 初代ノックアウトブラック女子ミニマム級アトム級王ジャパンチャンィナ、フリーは 48.05kg でわずかに 50g オーバー。すぐに落としてきますと約10分後に再計量を行って同じ 48.05kg だったが、記者会見前に3度目の計量を行い、リミットちょうどの 48.0kg で無事パス。対する K1 グループで活躍するミレー、ウォリアー大阪。 は到着遅れれで本計量に現れず会場へ向かっているとアナウンスされたが、その後の記者会見でパンちゃんが、対戦相手が 2kg 以上オーバーしていると聞いたと話し、大幅な体重超過をしていることが分かった。パンちゃんは、2kg 以内まで落としてくれれば私はやるつもりですと、もし相手が 2kg オーバーだったとしても試合はやるつもりだと答えた。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう